はいどうも、エイトです。さあ本日は岐阜県養老郡に来ております。今日来た場所はこちら養老サービスエリア。僕自身初めて来ました。前ね、サービスエリアとかパーキングエリアの紹介をしたら結構評判が良かったので、この養老サービスエリアも寄ってみてくださいという声もあったので本日はやってきました。それでは向かいましょう。レッツゴー。さあ早速ね、ここに入る前に隣にねドトールカフェがあったんですよ。僕ドトール結構好きで、こういったチェーン店のカフェだったらスタバが一番好きなんですけど、2番目に好きなカフェがこのドトールです。結構グルメも美味しいしね、コーヒーもね美味しいんですよ。で、こういった屋台も出ております。これはね、日によって違うかもしれないんですけども、おお、たこ焼きとね、たこ焼き専門店もございます。さあ早速ね、この養老サービスエリア中入ってみましょう。こういったねサービスエリアのご当地のねお土産とか見るのもね楽しいんですよ。早速あったのがワンコの土産。すごいね、ワンコのお土産が早速あるっていうね。はい、お、早速来たのが岐阜のラクリ。あ、栗きんとんですね。岐阜はね栗きんとん有名なので、多分入ってすぐにあるということは一番ね売りたい商品なんでしょうね。あ、こっちも栗きんとん。やっぱ今の時期はね、今秋なので栗きんとんがねたくさん販売されております。お、あと柿、美濃加茂ね、僕の地元の美濃加茂も柿有名なんですけど、柿もありますし、あ、こっちも柿だ。あとサルボボね。お、いろいろありますね。なんだこれ、半熟カレーセン。へえ、半熟ってのが気になるね。カレーセンはねよく見るんだけど、あ、マツコ有吉かりそめ天国で紹介されましたと書いてあります。へえ、いいですね。こまれエビなんか気になるお菓子たくさんあるね。あ、この辺も、あ、すごい、元祖味仙本店の台湾ラーメンポテトチップス。味仙は愛知県なので、まあこのご当地のものじゃないかもしれないんですけど。お、あ、いいね、飛騨牛ハンバーグ、豚ロース。養老はね、お肉も有名なので結構多分肉系もねたくさん販売されてるのかなと思います。ほらほら、あ、カレーもあるしね。また味仙があった。味仙好きだね。はい、ここにね、祝大量ということで、この養老のサービスエリアでたくさん海鮮物を食べれます。今ね、綺麗なお姉様がね試食ということでいただいてもいいですか。じゃあちょっといただきますね。これはタコ、中華のゲソ。あ、ゲソ、これはゲソですね。いただきます。あ、うまっ。うまいだろ。めちゃくちゃうまいです。もう祭りも置いていいよね。え、いろいろいただけるんですか、これ。これはこれ食べて。イカの中に明太子が入ってんの。イカに明太子、これすごい。いただきます。これうまっ。これめちゃくちゃうまいっすね。これ今タコ食べたやろ。あ、タコ、はい。このタコは日本一柔らかいタコ。このタコは日本一柔らかいタコ。いただきます。一番柔らかいタコ。一番柔らかい、あ、一番だ。うん、すっごい柔らかいだろ。いや、日本一は世界一多分これいや、宇宙一ですね。うん、柔らか、ここ全部美味しいです。ぜひ皆さんも寄ってみてください。はい、このタコの照り焼きがねめちゃくちゃ美味しかったんでね、今綺麗なお姉さんに盛り付けてもらって100g だけいただきますはい、いや美味しかった。ぜひ皆さんもね、養老のサービスエリア寄った方はね、これ本当に全部美味しいので買ってみてください。そう、いろんなお店があります。ウイロだったりとかカヌレ、最近カヌレ人気ですよね。カヌレも販売しております。お、マルテン、お、揚げ物だったりとか、松坂牛まん、お、いろいろあります。これ天むすだね。へ、あ、たませんもございます。養老たません、いろいろあります。でもちろんね、
まあ、サービスエリアということでいろんなねお食事どこがございます。ちょっと今からねそこも取っていきます。豚骨ラーメン、オリエンタルカレーもあります。あと養老町の竹飯ってお店かな。水の精肉本店、おー飛騨牛飯が食べれますいいね。ここはお弁当とかもね販売しております。あとこちら側には養老ベーカリーというねお店もございます。おーそしてレストラン、レストランはねお美濃国ラーメン、美濃国ラーメンと飛騨牛しぐれ飯セット、飛騨牛が堪能できるお店ですね。飛騨牛がたくさんある。お東北うまいもん、東北のものも食べれるんですね。結構ここ養老のサービスエリアなんですけど、なんか松坂とか東北とか尾張とかね他の地域のグルメもね堪能することができますね。岐阜タンメン、岐阜タンメンいいっすよね。ここのラーメンは僕も大好きなんですけど、でも岐阜タンメンの発祥はね、愛知県の稲沢というぜひ皆さんこれも覚えてください。はい、この養老ベーカリー僕ねスルーしちゃったんですけど、見てメガメロンパン800円、でっか。この大きさ分かります？僕の手置きますね。はい、僕の手より大きいっす。見てこんぐらいの大きさなんですけど、これより大きい。でかすぎるっしょ。他のパンと見比べるとわかる、ほらでかっ。はい、外のベンチに座って先ほど買ったこの照り焼きのタコをいただきます。綺麗なお姉さまの口車に乗せられてついつい買っちゃいました。でも本当にめちゃくちゃうまかったので、今から食べます。でも本当に試食したらめちゃくちゃうまかったので今から改めて食レポいたします。ではいただきます。タコめちゃくちゃでかいっすよ、ほら。いただきます。一口じゃ無理そうっすね。うまっ。あーこのね照り焼きのタレがねこのタコに絶妙に合ってる。めっちゃうまい。いや酒が飲みたくなる味つまみにめっちゃ合います。これ多分これ以外にもタコワサとか他にもイカゲソとかもあったんですけど、全部つまみに合う味付け、めっちゃ美味しいです。いやー養老サービスエリア初めて来ましたけども、グルメの誘惑がすごいですよね。しかも岐阜県のグルメだけじゃなくて他のね地域のグルメでも畳みかけてくるので、もう僕ね先ほどねご飯食べたばっかりなのであんまりお腹が空いてなかったので他のグルメとか堪能することができなかったんですけど、またねお腹空いてる時に来たいですね。ここいや本当にうまそうなものがたくさんあったので、また来たいなと思います。ぜひ皆さんも養老サービスエリア、ここ本当にいろんな地域のグルメが堪能できる場所なので行ってみてください。僕のチャンネルはこのように岐阜のスポット、岐阜のグルメを紹介しております。不定期更新なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では皆様また次の動画でお会いしましょう。またねー。